元慰安婦等が日本国政府に対し提起した訴訟において、先ほど韓国ソウル中央地方裁判所が原告の訴えを却下する判決を出したと承知しておりますが、これは1月8日の同裁判所による判決とは異なる判決ではありますが、内容について精査する必要があり、現時点で政府としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。1月の判決に関し、ソウル中央地裁が訴訟費用確保のために韓国国内の日本政府資産を差し押さえるのは国際法に違反する恐れがあると指摘し、執行されれば憲法における国家安保、秩序の維持や公共の福祉と相反すると懸念を示したと報道があることは承知しておりますが、これは韓国国内の手続きでありますので、これについて直接コメントは差し控えたいと思いますが、ただそもそものこの本年1月のソウル中央地裁の判決は、国際法及び日韓両国間の合意に明らかに反するものであり、極めて遺憾であり、断じて受けることができない。日本としては韓国に対し、国家として自らの責任、直ちに国際法違反の状態を是正するために、適切な措置を講ずることを引き続き強く求めてまいります。